はい、今日の動画なんですけども、今日はね、春を感じられるリゾット、リーゾエビージっていうリゾットを作っていこうかなと思います。イタリアのベネト州のベネツィアの郷土料理なんだけど、よくね、もう暖かくなってきた春を感じられる頃によく食べられる郷土料理。グリーンピースをね、いっぱい使うんだけど、グリーンピースだったり、ハムだったりね、入れるリゾットなんだけど、まあ簡単に作れるんで、今日は早速そちらをね、作っていこうかなと思うんで、早速やっていきましょう。はい、それではね、今日使う食材ね、まずグリーンピース 90g とパルミジャーノ、まあ、粉チーズで大丈夫です。で、ブロードに使うチキンコンソメ、これブロードで使えるんで、チキンコンソメがね便利ですよ。ご家庭にあったらいいと思います。で、玉ねぎね 40g で、市販のベーコン、パンチェッタとかね、あればいいんだけどね、なかなか売ってないから、ベーコンで代用してもらって構いません。こちらが 40g とかですね。で、最後にお米。生の、洗ってないお米ですね。イタリア米とかでも全然いいんですけど、イタリア米もね、なかなか売ってないんで、普通のお米で大丈夫です。今日はこの食材使ってね、やっていきます。それでは、下準備ね、していきましょう。はい、それではベーコンね、食べやすい大きさに切っていきます。はい、ざっとこんな感じで、まあ、お米と一緒に食べるんでね、そんな大きすぎなければ大丈夫です。はい、続いて玉ねぎは細かく圧縮していきます。じゃあこんな感じで玉ねぎもみじん切りね、 OK です。はい、そうしましたらブロード作るので、お水にねコンソメ溶かしていきます。まあ、家でねブロードを使うときはチキンコンソメかなりね便利なんで、チキンコンソメで代用してあげるといいと思います。はい、それではね、こちらのフライパンに、まず最初に玉ねぎ、で、ピュアのオリーブオイル、ちょっと多めに、結構多くていいです。入れてあげて、でね、玉ねぎが透明になるまで炒めてあげましょう。だんだんね、玉ねぎが透明になってきたところで、こちらのね、ベーコンも入れちゃいます。ベーコンもね、よく炒めてあげることによって、ベーコンの旨味がね、ソースに行き渡るんで、ここでもベーコンね、よく炒めてあげてください。で、一緒に、お米もね、一緒に炒めてあげます。生のお米を洗わずにこのまんま一緒にね炒めてあげる。イタリアだとお米を洗うっていう習慣がないので、ここでねよく炒めてあげて、お米のね殺菌をしてあげる、そんな感じだと思ってあげてください。で、お米もね透明になるまで炒めてあげます。ある程度ねお米が透明になってきたところで、ブロード入れていきます。ここではね、沸いてきたブロードを入れてあげてください。ブロードを入れてあげて、ゆっくりゆっくりお米にブロードをね吸わせてあげる、そんな感じで20分ぐらいここからかかるかな。で、ブロードが減ってきたらまたねこっちから足してあげてっていう感じで作ってあげます。で、アルデンテ目指すんで、ちょいちょいね味見してあげながらお米ね炊いてあげてみてください。結
構ねお米がブロード吸ってきて傘減ってきたのでここでブロード足してあげます。でお米炊いてる時なんだけどそこまでねお米触らなくてあんまりねフライパンでこうやって動かさなくて大丈夫です。動かしすぎちゃうとお米がねどんどん崩れていっちゃって粘り気のあるねリゾットに仕上がっちゃうんで極力触らないようにしながら作ってみるとねいいと思います。結構傘増えてきたね。もう一回ブロード足してあげましょう。これが最後かな。これであとね5分ぐらいしてちょうどいいと思う。ブロードね入れすぎちゃっても火力強火にねしてもらって水分飛ばしながら炒めてあげればちょうどよく仕上がるんであまりね気にしないでください。ちょっとね傘も減ってきてお米もね多分そろそろいい感じだと思うので味見してみます。あ、ちょうどいい。お米がねベーコンとブロード吸っててねめちゃこれだけでもねめちゃめちゃ美味しい。でここにグリーンピース。で今回言ってなかったんだけど冷凍のグリーンピースだからさ後入れしちゃったんだけどグリーンピースはね冷凍でも十分美味しい。生のやつ使うとね結構大変だからグリーンピースはね冷凍でも全然いいと思います。でここでちょっとねグリーンピース温まればいいぐらいなので冷凍の使ってあげるとね作り方もほんと簡単なので。でねここにチーズですね。チーズガリガリしていきましょう。チーズ削ります。はい、チーズ入れて、で最後このねチーズを全体に馴染ませてあげて、これでちょっとねまだシャーバいからちょっとシャーバかった。火力上げて飛ばしてあげながらお米にねブロード吸わせてあげながら、で煽って空気も入れてあげる。空気を含ませてあげて。カメラすげえ近い。ガチ。煽って空気を入れて、ふんわりとしたね、リゾット。お、いいじゃん。めっちゃいい。ほら、こんな感じで。いいね、美味しそう。よし、じゃあ盛り付けいきましょう。でリゾットはちょっとねトントンしてあげて平らにしてあげてね。はい、こんな感じで最後ね仕上げにブラックペッパーガリガリしてあげて、で上からねまたチーズガリガリしてあげて、はい、仕上げのオリーブオイル。はい、こんな感じで。あ、いいんじゃないでしょうか。めっちゃうまそう。久々に作ったけど。うちもそうだね。よし、食べてこう。はい、それではね、出来上がりましたね。いただきたいと思います。いただきます。お皿いっぱいのリゾット。これでお米 80g ですからね。80g でも。ここまでね、膨れるんすよ。いや、うまそう。いただきます。うわ。うま。いや、めちゃめちゃ美味しい、これ。いや、本当に美味しい。いやー、いいっすね。これ多分ね、グリーンピース食べれないっていう人でもね、食べれそう。いや、グリーンピースの甘みとさ、お米は、
スロードとベーコンの旨味がめちゃめちゃ吸ってて、で仕上げにさチーズ入れてるからたまんないね。めちゃめちゃ美味しい。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日はねリーズ・アイ・ビージー作っていったんだけど、いやー春ですね本当にいやーね、美味しいですよあれが。本当にちょっとね、皆さんもこの春中どこかでね作ってみてほしいです。結構簡単に多分ね作れると思うんで、材料費もねそんなかからないんでおすすめなので、よかったら試してみてください。という感じでこの動画ね撮っておりますんで、最後までご視聴ありがとうございました。またね次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。